ぱり日本じゃ味わえない経験をできる唯一の大会だと思うので、うん、もう僕も何回か出させてもらってやっぱそこで感じれるものっていうのは数多くあるのでそこでしか味わえないものやっぱ魅力ある大会だなと思います。決勝ですね、19年、衝撃でしたね。正直レベルが明らかに違いましたし全然足元にも及ばなかったなっていう感じです。まあこうは本当一人一人能力、身体能力含め高かったし組織としても出来上がってたチームかなっていうのはすごい感じました。何試合もやってもなかなか勝てないだろうなっていう感覚がありました。だそこに行くにはもう険しい道のりだっていうのは自覚してますし、まあ、このチームでどれだけやれるのかなっていうのはすごい自分自身楽しみだしそこでしか悔しさを晴らせないので自分自身本当にそこから調子を落としたと言っても過言ではないんじゃないかなってくらいメンタル的にもいかれたんで、うん、やっぱ本当借りを返したいなっていう思いです。もうあれだけの経験ができることなかなかないですし逆を言えばそれを、まあ、逆にモチベーションに ACL は戦えるので、まあ、まずは本当その舞台に戻らないといけないので立ったら気づくんじゃないですかね。そこで正直サッカー変わってメンバー変わってまあ明らかに多分自分の立ち位置も含めて変わってるのでただそれを実感するのはピッチに立った時でしか感じられないものだと思うのでだから楽しみなんじゃないですかね。みんな多分見てる人もそうだしやってる僕たちもそこに立ってみて初めて気づく。だチームってやっぱ生き物なんで、まあ、それで成長できるんじゃないかなとは思う。チームとしても変わりながら立場も変わってきて年齢も結構上になってきてやっぱそれって責任感ってすごい強くなってきましたし自分がゴールとならないと本当このチーム勝たせることできないんだなっていうやっぱ試合が多くなってきたんでそういうので本当徐々にですけど、うん、そういう思いが強くなってきて。イメージできるのはこのサッカープラスもっと強さを出さないと絶対勝てないなと思います。一人一人のこの能力もそうですけどなんていうんですか球際一つ走り負けないところとかもうちょっとやっぱレベル上げないとその ACL では苦労するだろうなっていうやっぱ相手もう上手いだけのチームってあんまないと思うんで僕の経験上やっててやっぱ強いチームが多かったんでだからそこが今うまさでなんとか J リーグだとやれてる部分はありますけどその強さっていうところではもっとレベルを上げていかないといけないかなっていうのは思います。ポジショニングの取り方はすごい僕はこの1年成長したなっていうのは感じてて相手の嫌なところに顔を出すこと、うん、パス出すこともそうですしそこを読まれたら違う選手が空いたりっていうシーンが自分で分かってきてるのがすごい成長したなってやってて楽しいなって思うところですね。今まではドリブルばっかしてサイドを開いてっていうシーンが多かったですけどそれが少なくなった分、まあ、そういったところで中でプレーする時間が増えたんでそこでのクオリティはちょっとずつ上げてこれたかなっていう思いがあります。その球際強かったり、うん、そこ足が出てくるのかっていうところもあるんでそれをポジション一つで多分回避できれば、うん、いいところまでいけると思うしそれが一人一人できればそこの感覚は、うん、どうなんですかね経験して本当に
ACL でしか経験できないんで、だ本当出たいっす、試合その ACL にで経験したいですね。今までやってきたことが通じるのか通じないのかっていうのは、アシストもそうですけど、やっぱゴール取れる選手になりたいし、そこが大事ですね。苦しい時に点取れる選手っていうのは本当チームにとってありがたい存在ですし、そういう存在になりたいです。一人でやっぱ点を取るのって難しいんで、キャスターみたいにあんな走りも速くないシュートも上手くないんで、その回数をどれだけ増やせるかが大事だと思うんで、僕はそこを意識してやっぱ中でプレーする時間も増えて、そこにパワーを使えるようになったんで、そこのクオリティを持ってあげていきたいなと思います。やっぱもっと器用な選手に ならないといけないし、もっと効率よく点を取っていけるような賢い選手になりたいなとは思うようになりました。達也君とポジション争いを知ってて、ポジションを取られたり取り返したり取られたりっていうので、なんかすごい気づけた部分多いですね。試合に出るためにはもっと違うところで自分は工夫しないといけないなっていうのを考えさせてもらえたので、すごいありがたかったですね。あれは本当忘れられないですね。なんか今年入ってきた選手は浦和にまだ来てないって言っても過言ではないんじゃないですか。サポーターにの前でプレーしてますけど、比べられたもんじゃないんで、あの中でどうプレーできるかっていうのは、みんな楽しみにしてるんじゃないかなと思いますけど、まあ、僕も本当またああいった雰囲気でやりたいなって、やっぱガンバのアウェーであれだけの雰囲気を作ってくれたっていうのはすごい後押しになりましたし、アドレナリンもめちゃくちゃ出ましたし、あの試合久しぶりに釣ったなっていういやもうそれだけやっぱサポーターの存在っていうのは大きいですけど、あの決勝に行かないとあれだけの雰囲気を味わうのはできない、なんかそこの舞台に戻らないといけないなっていうのは思いますけど、逃げないで受け止められるようになったかなっていう現実を。逃げ出したいくらい悔しかったんで、実力の差を感じたし、だからその後にプレーがの波が激しかったと思うし、まだ子供だったなっていうのは今思うと感じますけど、今はしっかりこうだったなっていうのを考えようとしようとするんで、そこは全然違うんじゃないかなと。だからサポーターの人もどかしいんだろうなと思います。僕たちはやる側なんで、けどサポーターの人たちって僕たちを応援することしかできないじゃないですか、言ったら。本当だから自分の代わりに戦ってくれよっていう思いだと思うし、その思いをしっかり受け止めてやらないといけないなと思います。現実的にね、世代が変わっていかないといけないんで、その上先輩たちの一番良かった時より今が一番いいって思わせるくらい強いチームにしていきたいなと思います。去年ね、怪我でシーズン残り出れなくて消えてった風で終わったんで、やっぱサポーターとか周りの人が印象に残る最後の試合くらい、本当今から何かが決まる試合が多いので、ここで結果を残したらやっぱ今シーズンのイメージがそのまま残ると思ってて、それって選手としての価値を上げるためにはすごい大事だし、僕自身次のシーズンに向かっていくにも、まあ、いい終わり方をしたいなと思います。あいつが出てた点取ってくれるっていう風に思われるくらい存在感を出していきたいなと思います。